じゃあとりあえずね、先週かな、そうですね、9月の5、4、3、ね、9月2日かな、9月2日にね、加藤から新製品情報出ましたが、ちょっと待ってくださいね、もしかしたら今月の第2木曜日ってさ、ギリ入ってんじゃねえか、今週。ちょっと待ってくださいね、ごめんなさいね。そうですね、今週第2木曜日、あさってですね。もしかしたら、あさってね、トニックスだけかもしれないですね。加藤の方ね、先週の金曜日に新製品情報出ましてね、そっちの足パーツの情報がね、出てましたんで、案内したいかなと思います。そしてね、加藤から1個、お知らせが出ております。まずこちらですね、先月発売された、クモハ52の1、飯田線ってことなんで、おそらく流電ですかね。そうですね、8月案内なんで、おそらく流電だと思うんですけど、一応ね、こちら、従来タイプの、ね、フライフレンドドルゲットから、今回のね、2ロットに関しましては、周辺変更に伴う、スロットショルダーにね、搭載テープに変更されましたということで、ね、ジャンコード、そして、品番、値段に関してはね、一切の変更がございませんということで、ただ、足パーツに関してはね、ちょっと変更となっておりますので、ご了承ください。一応こちらですね。足パーツ、一応ね、クモハの方の、飯田線ですね。飯田線の方のドルゲットが、まあ、3630から、ちょっとね、一気に値上がる感じと。そしてね、大和地海賊のね、ドルゲットも、まあ、一気にね、値上がる感じになってますんで、まあ、あれか、今年ね、なんだっけな。これ、下取りパンタだろ。確かね、大和地海賊かなんかの221系っていうのもね、今年発売されてるんですよ。なのでね、大和地海賊の方のね、まあ、車両もね、スロットレスモーターにね、したいよって方は、おそらく交換できるかなと思いますね。そうですね、大和地海賊ですね。一応8月の、2日付、まあ、先月に発売されたやつなんですけど、まあ、これに関してはね、おそらく床下カバーでね、まあ、既存のやつから変更すればいいか、もしかしたら、ね、既存のやつも、と、同じ床下カバーだったらね、使えると思いますんでね。まあ、この辺はね、要注意かなと思いますね。一応、流電なので、おめでとう、下だった。流電、あれは宮殿か。めちゃくちゃ関係ない。あ、そうですね。一応こちら、クモハ52飯田線と。おそらくどっかに多分注意書き書かれてると思うんですけど、書いてねえのかな。そうですね、さすがに書かれてはいませんけど、一応ね、詳細情報として変更されてますんで、一応こちらですね。流電と、新海賊の、ごめんなさい、新海賊、元新海賊か、魚専用の、シモトルパンダ、一応ご注意くださいという感じですかね。そうですね、ただ記載に関しては、動力にと変わりましたよって記載はないんでね、ご注意くださいという感じですかね。では、出発の方見ていきたいと思います。出発と。違えた。こっちだった。あれおかしいなと思って今進み間違えましたね。でもしかしたらなんですけどね、魚線たちの方もデータ変わってんのかな。一応これですね、魚線、あ、間違えた。これが一応魚線の方の、データになるんですけど、動力ユニットに関してはどこだ。値段が多分一番高いのが動力ユニットだと思うんですけど、明らかに。2000円、あとこれか。あ、そうですね。一応、既存の、モハ21のドルゲット、ちょっとね、一応品切れ扱いになってますんで、多分受注するのも、そうか。一応注文いただくのもね、まあ、キャンセル扱いになりますって書いてましたんで、おそらくね、新しい品番の方で、店舗さんとか、まあ、問屋さんからね、店舗屋さんの方には、情報もあるのかなと思いますんでね。一応、新しい品番ですね、ご注意くださいというところですかね。もう一回品番出すか。どこだっけ。あ、一応こっちか。一応こっちですね。あれどこに品番なかった？あ、こっちですね。一応品番に関しては、山田ディレクションですね。まあ、今、1ビートが来ちゃったんですけど、それが 4B に変更。そして、飯田線に関してはね、品番が完全に 4902B ってことで、品番そもそもがね、完全に変わってますんで、ね、この辺ちょっと、ね、予約しよかったらしてる方、ご注意くださいと。そうですね。まあでもね、一応セットの方がね、値段変わらないっていうんでね、まあこの辺はね、結構ね、良心的なのかなと思うんですね。うん、これはちょっと褒めていいかなと思うんですね。というわけで、いらないやつでもいいですか。よし、じゃあ行きましょうかね。そうですね、そんな感じですね。一応これがね、4B に変わります。で、新海賊は、新海賊ね、流電の方はね、結構完全に変わりますというところですかね。では行きましょうか。じゃあまず上から順に、アルプスか。アルプスに関してはね、今回まあドルクニットがね、スロットスモーターに変わるだけなんでね、そうですね、やっぱりこっちですね。ドルクニット、スロットスモーターで、新しくと。で、その他ボディと、あとこれ、客車類かな。ちょっと全然わかんないんで申し訳ないですけどね。あ、違う、これ多分、なんかの別の車両も一緒に入ってるんだ。今回 G4 のね、まあ4なんとかのやつが出るんですけど、おそらくね、これとボディはこれになるんですかね、4-3なんで。また既存製品なんかいろいろありつつ、カッパラセットとか、ドルグラシとか、パンダグラフ、ジャンパ線、ボディが、これ客車ですね、普通の。客車の2等車、1等車のボディがいろいろありつつ、まあ、バー車か。また、床下製品もね、それぞれ、2等車、1等車、もろもろと。全くわからん。で、バー車もありつつ、パノラマ車の台車。あとは貫通ホロと、ショートカップラーか。今、ショートカップラーが今、基本的には採用されてるのかな。で、ライトニットと、ヒョクトップね、あのカップラーが、まあ、灰色と。こういう灰色、入ってますよという感じですかね。今回はどこだったっけな。
ちょっと俺も詳しいことは覚えてないんで面白いですよ。まあそんな感じですかね。で、64ですね。まあ今回64がね、ちょっと一番気になってるのは、なんか10連用のライトユニット出るってどういうこと？めちゃくちゃ気になってるんだけど。あ、これ状態ねえのか。じゃあさっきも言ったアイノカズいっか。アイノカズとこれ IR しか共通ですね。一応台車に関しては、603企業の黒の台車が採用と。で、カプラセット空白520、ボディに関しては、それぞれと。で、ドルケント戦、ドルケントを生かしたセット、こちら行き先仕様が、ね、ありますんで、おそらくそれぞれかなと思うんですけど、どうでしょうね。あ、そうです。おそらくそれぞれ入ってますね。一応、ごめんなさい。こっちがまず、これがおそらく、アイノカズ、これおそらく、そうですね。これおそらく上の方がアイノカズテーマですね。確かここアイノカズテーマの方がね、1000番台の方が、仕様になったんですね。おそらくこれ、突破、1000番台の、まあ、ドルケントを生かしたと。で、カプラセットのところに関してはね、全部共通ですからね。やっぱり、カプラセット、モーターカプラセットに、前出しですね。で、動力台車に、シールと、全面移籍と。で、パンタグラフは、おそらく共通で、全面ホロ、ダミーカプラー、クーラー、ホイッスルカバーで、こっちが IR しかですね。あ、ここに IR って書いてあったと。ボディと、動力ユニット生かしたと、まあ、シールですね。で、全面移籍時、転落場所欄に一応穴がやつだよ。一応ね、これ自身はね、そうですね、アイノカズテーマはね、確か、転落場所欄も、色ついてるはずだったんで、ね、まあ、紫とか、確か俺が持ってるやつはついてたかな。一応ね、そういう感じになってますんで、まあ、って感じですかね。なるほど。まあそうですね、アイノカズテーマ、まあ、今回ね、まあ、第3弾が、出たことになりますけど、IR しかか。まあ、これから先ね、まあ、この北陸方面、どこまで発生するか、ちょっと楽しいかなとね。実写がちょっとどこまで行ったかっていうのが、俺ちょっと詳しくわかんないんで、申し訳ないんですけど。そして、牛乳パックですね。まあ、牛乳パックと山男と。今回なんか面白いね、10連用のライトユニットっていうのが出ますんでね。まあ、やっぱりそうですね、やっぱり山、まあ、今牛乳パックって言ったらね、まあ、昔は本当に10年ぐらい前とかはね、関東で走ってたんですけど、今じゃやっぱり中央再生の、あっちの方が多いんですかね、やっぱりは。山の方が。で、台車に関しては、これ懐かしいな。EF62000 の茶色でしょうか。で、おそらくこれもしかしたんですけど、茶色のこの品番使われてるってことは、リニューアルされてない形跡があるな。サメも確かね、そこまでなんつうの、フライホイールになったっていう状態じゃなかったんですよ、一応。先月出せた、8月だっけ ?8 月か4月か5月ですよ、サメあるんですけど、加藤の方。あれも確かに、ね、フライホイールになるかなと思ったら、既存の、動力ユニットとかのままで使えたやつなんで、まあまあって感じだったんですけどね。あ、殺してこれた。一応ね、大事な会社はね、まあ、だから逆に言うと既存のね、俺みたいに64持ってる人、まあ交換できるんでね、いいのかなと思いますね。一応動力大事な会社は、全部茶釜の、まあ、AF51 ですよ。で、動力大社、今回、品番がなんかおそらく新しくなってるかなと。で、貨物工人職の方の中間台車もおそらく新しくなってて、ドルケネットですね。一応、まあ、1032、そして、1000番台の方、まあ、ドルケットありますんで、これちょっとね、どっちが適当なのかっていうのは、ちょっとごめんなさい、俺も詳しく分かんないんで、おそらくね、発売間近になりますと、説明書っていうか、足パーツの方がね、生産予定表から見えますんで、まあ、それでね、多分どっちの方が、どっちのドルケット台車に適しますよっていうのが多分記載されると思いますんで、問題はないかなと思いますね。そして、まあ灰色のエイジゴムセットと。で、貨物更新職のナンバーと一般職のナンバー。で、どれくらいですね。タイヤなし、なんで、まあ、おそらく10連勝ですかね。まあ、そうですね、面白いですね。灰色と黒それぞれね、まあ、タイヤなしが出ますんで、ね。で、矢印機に関しては、まあ、あれか、EF にあるか。で、ボディに関しては、これの感じと。で、カプラセット、パンタグラフは、あ、パンタグラフサメと一緒なんだ。で、死神のライトニットとジャンパー線。で、クーラーと、アンテナ、手すり、作業とで、クーラーボディ、カプラセットが64と、で、まあ、作業とか、回してます。感じなんでね。まあ、結構ね、いろんなタイプがありますけど、そうですね。まあまあ、特に牛乳パックがどこまで売れるんですかね。まあ、個人的にはやっぱり牛乳パックに3台、一般職ね、2台ぐらい買って、まあ、10連したいんですけどね。本当、64って関東来なくなっちゃったんですよね。確か、こいつ自体今、愛知の方の所属なんだっけ？愛知機関区だっけ？確か。昔確か64って関東に所属あったと思うんだけどね。どうなったんですかね。全部やっぱり引っ越したのかな。ちょっと待ってください。先調べてみるか。確かね、昔ね、高崎かなんかにもね、EF64 ってね、所属あったんですよね。今、ねえのかな？一応今、EF64 の車歴表みたいなの調べてるんですけど。そうですね。やっぱり何台か高崎にいましたね。一応今いる、それこそ、元茶色の、1001番なんかは、高崎第二ってところから愛知区ってところに飛ばされてますね。だむしろ今は高崎に残ってるのが1001番と、いやすごいな、1019。八王子から高崎で愛知に飛ばされてるわ。1020もそうですね。1019から、1025。長岡運転所っていうのか、まあ、長岡運輸か運転所かわかんないけど、長岡から八王子、高崎、愛知と。で、それ以外は長岡から基本的には高崎、愛知か。で、死神とかに関しては、まあみんな長岡機関区と運転所と。面白いですね。1032度目、機関扱いになってるね。そこの3台の死神に関しては、運転所なんですけど。
ああ、そうですね。やっぱりみんな全部引っ越しちゃったんですね。昔やっぱり高崎にいたで穴がし間違ってなかったんだ。ちなみに岡山にいた更新飲食、まあ、広島更新とか岡山更新って色もあったと思うんですけど、それも全部今愛知に集合してるんだ。へえ。寂しいねー。ユースカントリーのことは本当あれですね。あの、新しく茶釜になったやつだっけ。確か今 EF60 の2001の以降に確か茶釜になった子もいたと思うんですけど。あ、いたっけ。まあ、元茶釜と新茶釜、もしくは死神ぐらいしかね、今関東にはいないんで、貨物機は全滅か。そうですね。ちなみに八王子に昔、機関区なんてあったんだ、俺全然知らなかったわ。それはごめんなさい、マジで知らん。でも、やっぱり高崎に6人いたのは間違ったかったですね。まあ、だからあれか、完全にブルサンで置っけちゃった感じか。まあ、しょうがないですね。寂しいですね。まあそうです。そんな感じかなと思いますね。そして、コウノトリと。まあコウノトリもね、今回スロットルスボットね、新しくなった、だけなんでね、まあ既存製品と、ドルゲーはね、変わらないって感じなんで、一応こちらですね、品番4881の 5B、これさえね、交換すればね、まあ既存のコウノトリ、もしくは、黒潮とかにも使えるんですかね。ちょっと黒潮とかのページ出してみるか。ちょっと出るかどうかわかんないんで申し訳ないですけど、コウノトリこっちか。コウノトリ。生産予定表はやっぱり出ませんね。品番が10117、ちょっと待ってください。一応10179の方で品番かけてみて、まあ、どういう感じのがね、足パーツになるかさえ出れば、まあ、こっちのもんなので。そうですね。足パーツの情報ないっすね。申し訳ない。発売がね、2013年頃みたいですね、この車両。そうですね、黒潮多分発売されたのが、2013年の11月という感じか。結構ずいぶん前ですね。その時ちなみに9、11、202、そうですね、合ってますね、9、11、202。なるほど。ちなみにこの同時期に発売された2013年っていうのが、それこそアルプスの氷河特急とか475系の北陸色の青帯っていうのが出たみたいですね。全然知らんわ。あとは HO でハヤブサとかも出てたんだ。へぇー、全く知らん。まあそうですね、ちょっとごめんなさいね。既存の黒潮の、まああともしくは、黒潮となんだっけ。あ、黒潮でいいのか。黒潮はね、ちょっと、既存の製品がね、ちょっとごめんなさい、足パーツわかんないんで、まあ、これさえね、わかればね、まああの、その新しい、古いコウノトリも、まあ、頻繁片っ端か調べて、まあ出てきたら、まあ使えるよって言えるんですけど、まあでもね、片方はね、コウノトリをわざわざ選んだ理由っていうのは何なんですかね。個人的にやっぱり気になるんですけど。コウノトリと黒潮って言ったら、個人的には黒潮の方が熱いのかなと思ってるんですけどね。まあ、特にパンダ黒潮なんかもね、一時期これすぐね、スマイルアドベンチャーがありましたからね。まあまあ、ちょっとね、面白いかなと思いますけど。まあ、とりあえず、コウノトリですね。一応、ボディが、クモ派、黒派、あとは、あ、ごめんなさい。合ってるか。クモ派、クモロ派、あとはクモ派、モハ、モハ、モハ、クモ派って感じだね。おそらく、ごめんなさい、繰り返しか。おそらく基本セットプラス、造形セットのボディが、何台か入ってるかなって感じかね。1、2、3、4。とりあえず、ちょっと待ってください。コウノトリの編成表が、両方とも5なんだ。末尾が両方とも5なんで、そうですね、これがだから、クモハなんで、5号車か。そして上から、5号車のボディ、クモロハなんで1号車か。そうですね。あとは中間車なんですけど、クモハの287、これはどっちだ ?4 号車か。そして4号車ですね。だからおそらく7号車は、ボディ共通かなと思いますね。あとは500、505になりますので、おそらく動力車用、トレーラー車用、そして、パンタ車用って感じなんでね。だから完全に7号車のね、クモハ287、こちら7号車だけね、ちょっとボディ今回ね、共通になってますんで、ご注意くださいって感じですかね。1、2、3、4、5、6、そうですね、そういう感じかなと思います。その他あとは、そうですね、まあ一応動力装置。あと、増結用なんで、おそらく、あのゴム車輪とかがない感じになるんですかね。一応、動力装置って意外と、なんていうのかな。台車ごとまとめてってことが多いんで、もしかしたら台車ごと入ってるかもしれませんけど。あ、そうですね。一応、こんな感じですね。製品内容、それともさ、ドルゲントとして、モハ286動力車、トラクション第2車なんで、3年フェーズに起こされる、再現可能で、まあ、平気前で殺して、まあ、動力車なしと。感じね。だから、ここにぶち込めますよっていう感じになっておりますっていうところですかね。そうですね、一応、だから、動力本体で約4000円しますんで、そこに台車1個500円で計算しても、まあ悪くないんですよね。台車1個500円ぐらいしたっけ。確か動力台車って1個600円ぐらいするんですよ。これで、動力台車結構いい金額来たわ。これ2個入りかもしかして。もしかしたらこれ2個入りかもしんねえな。どうなんでしょう、1500円するってことはさすがに2個入りかなと思うんですけど。まあそうですね、1500円だとして、まあそうですね、5200円なんで、まあまあ全然安いのかなと思うんですね。あとはパンタグラフが、モハ225。
225って誰？多分新海賊の新しいやつかな。そうだと思うんですけどね、ごめんなさいね。あとは電連一段、これがあるんですかね、229と、共通と。で、電面カップルは同じく、この鳥、この辺ボディとか。床施設とは、クモロハ、クモハ、そしてね、ライトニットとスイッチ関係上ね、クモハがつきますと。多分そういうことだよな。多分連結するからライトニットスイッチがついたかなと思うんですけど。どうなんでしょうね。一応値段が、ね、結構安いんで、もしかしたらライトニットとかね、ないかもしれないんで、ご注意くださいなんですけど。あとは、モハの床下とか、そうですね、モハモハ、カップラセット入ろう、台車、動力台車、この鳥シール、クーラーカップラセット。まあ、今回、だからライトユニットっていうのは、おそらく床施設の込みになってますんで、もしかしたら5号車がライト使わねえのかな？どうなんだろう？オンオフスイッチがどっかに書いてあるはずなんだけど、この鳥に関しては。そうですね、一応、まあ、消灯スイッチがついてるよとしか記載はないし、まあ、戦闘車に関してもあるから、全部一応ヘッドレテルと、まあ、装備されてますんで、まあ、問題はないですね。なるほど。だったらなんでクモハの床下1個だけ安いんだろう。そうですね、このクモハ286に床下だけ安いの結構気になりますね。これはおそらく吸引板のままなのかな。ちょっと待ちくださいね。カットを。4879-1SC。いや、出てこねえな。もしかしたらこれ新しい品番の可能性ありますね。ちょっと待ちくださいね。間違えた。あ、出てきた、出てきた。一応48791SC で検索かけますと。48791SC。品番変わってますね。これ、クモハ286の5番なんですけど、昔の品番、これ4879の 1C になってます。ちなみにお値段が同じ、495円。だもしかしたらなんですけど、例えば、コウノトリのボディなんかも変わってんのかな？クモハのボディが 4879-1SA。クモハのボディが 4879-1SA。ああ、そうですね。値段も据え置きか。ジャンコードはこっち乗ってないんで申し訳ないけど。そうですね。まあ、だからおそらくなんか品番はちょこちょこ変わってんのかな？ちなみに、クモロハの床下で、4878-1SC。あった。そうですね。クモロハの床下に関しては 4878-1SC なんで、これは既存のままですね。一応値段が1100円と。何が違うんでしょうね。まあでも、おそらくここのクモハの違いっていうのはちょっと気になりますけどね。まあちょっとごめんなさい。俺も詳しいことわかんなくて。そうですね。一応すみません。ご指定の商品、販売終了したがただいまお取り扱いできない商品になってますんで。まあ、おそらくね、品番が変わった影響で、多分この昔のサイト潰されてると思いますんで。4879-1SC だったらデータあるんだよな。あ、こっちもごめんなさい。ただいまお取り扱いできない商品で選ばれちゃった。そうですね。まあ、ちょっとだから、何かが違うんですかね、ここ2つで。もしかしてやっぱりライトユニットの差とかも、まあ、知れませんけど、ごめんなさいね、詳しいことがなくて。さすがに2879を1本も持ってないだけあるんでね。いやー、申し訳ないです。まあ、あとはそうですね、カップラセとかマシールとか、この辺があるぐらいですかね。っていう感じかなと思います。そして、ライチョウか。ライチョウでもねえのか。一応こっちですね。今回のライチョウもね、ソロトリスモーターになってるんで、まあ、品番がね、当たせてと。あとはボディが、クハ、クハ、モハ、サロ、サシ、モハ、結構出ますね。サハ含めて。で、モハの後期型、後期型、サロの後期型と。あとは床下セットが、クハだったり、サシだったり、モハだったり、まあ、いろいろね、結構な数出ますんでって感じですかね。やっぱり既存の、ね、床下セット持ってて、お釈迦にしちゃってるって方はね、まあ、今回交換できる機会なんで、ね、いい機会かなと思います。そして、その他台車とかもね、結構ありますんで、ね、まあ、ヘッドマークも出ますし、で、ライトユニット、スノープロ、ライトレンズ、特許マーク、限定アンテナ、クーラーと。で、今回ね、一応新たにね、485系のもね、ライトユニット、ライトユニットじゃなくて、行き先パーツのね、全面の相性版のセットっていうのはね、別売りで出ますんで、まあ、その欲しい方っていうのはね、まあ、結構いるかなと思いますんで、それもおすすめかなと思います。以上。そして、ケーキですね。一応、経験はスラッドホンダで最初か。だったら、8両セットの方もね、突起品再生産しててもいいと思ったんだけど、ダメだったんですかね、やっぱり。一応、ドルケートですね。あとはボディが、1478-5。なんで、おそらくあれですかね、一部の弱冷房車とかの兼ね合いになるんですかね。ちょっと待ちください。あれ、ケーキどこだあ、ケーキもこっちか。ケーキ。まあ、18なんでね、おそらく、まあ、品が、三崎口方面の戦闘車になると思うんですけど、その他が、誰が出るっけ ?57 だよな。17、ごめんなさい、47か。457だ。何の違いなんだろうね。457。まあ、一応、弱冷房車の設定もあるんで、
で、京急って8両編成だと、弱冷房車が2両編成入ってるんですよ。確かね、品川寄りから、まあ、4、あれ、8両編成で、あいつだけの弱冷房車だった。8両でも8両入ってねえか、ギリギリあいつら。どうだったっけ、ちょっと申し訳ない。もしかしたら弱冷房車の兼ね合いもあると思うんですけど。ちょっとお待ちくださいね。まあいいや。まあこんな感じですかね。まあ一応ボディが出ますんでね。まあ一部共通と。まあパンツ紙が出るんでね、この辺はまあ3番の方はね、車番共通で使ってって感じになりますかね。ちなみに弱冷房車ね。ごめんなさい。8両編成弱冷房車3つで合ってるかもしんな、ね、い。一応ね、昨日まあ経験の撮影してたんであれなんですけど、1500件なんですけど、弱冷房車あります。で基本的に、4両編成と8両編成で弱冷房車にして、品川寄りから2両目なんですよ。で今回の例で言うと、もしかしたら2100件、パンタ車がダブルで弱冷房車って可能性あるのかな。ちょ、ごめんなさいね、この辺俺ちょっと詳しいこと分かんないんで申し訳ないですけど。もしかしたら2100件って俺そんなに動画撮ってねえんだよなぁ。2100件そうですね。好きでも嫌いでもない。まあ結論上で好きでも嫌いでもない感じで撮ってないですけど。昨日、あれでも待って、この経験の動画、まあ、再生リスト入っていいじゃん。やべ。ちょっと後で入れとこう。そうですね、二扉の動画は、あ、あった。一応ウィングがあるわ、一本だけ。ちょっとお待ちくださいね。ちょうど2100系だわ。でも編成番号は64だから、それは違うんだ。そうですね。品川から2両目のパンタ車は少なくとも弱冷房車か。あとは、うん、そうですね。2100系、パンタ車全部弱冷房車ですね。あとはね、もしかしたら方向幕はね、京急で基本的に、まあ、対になるっていうのかな。まあ、例えば左側にあったら、次の車両右側にあるっていうのが京急の車両結構多いんで、まあ、その金でね、多分中間車が、ちらほら出たのかなとは思いますけど。そしたら、まあ、4号車出してればね、あとはまあ、2、6とかに共通で使えるっていうのが、兼ね合いかなとは思いますね。そうですね。4、5歳出しちゃうね、そういう感じですかね。あと、イカシに関しては、そうですね、結構出ますね。先頭車がまず、41、48。それから中間車が42、47、48、45なんで、まあ、おそらく、サハとか、モハとかの兼ね合いかなと思いますね。で、カプラセットが、まあ、いろいろ出ますよ。まあ、全面カプラーかな。あ、違う、中間カプラーか、これおそらく。そっか、京急の場合は。あれ、京急で連結コールされたっけ？あ、ばっくりされてんや、ダミーカプラーだ。おそらくね、まあ、中間カプラーかなんかかなと思います。あとは、モーター車のカプラセット。で、台車が、それぞれ出まして、行き先表示一発、パンタグラフ、ヒューズ箱、クーラー、無線アンテナ、スカート、ヒューズ箱の書、ダミカプラという感じなんでね。まあ、そうですね。っていう感じかなと思いますね。先にちょっとすいませんね。ケーキの2500で再生数でしょのか。入れてないことを初めて知ったわ、今。まあ、そうですね。一応昨日からね、ケーキの方はね、600系の隅殺しがね、製品、運転がされてますんでね。まあ、それに関してはね、やっぱり、まあ、600系とね、トイレに関してはおそらく GM になるだろうという、まあ、俺の思惑がありますんで。そうですね。その辺がどうなるか、まあ、期待かなとは思いますけど。っていうところですかね。ちょっとお待ちくださいね。ほい。ほい。間違えた。ほいっと。ほいっと。ほいっと。よいしょ。ちょっとお待ちくださいね。ごめんなさいね。なんせ、このスマホまだ慣れてないんでね。まあですね、あとは特段ね、足パツのは案内することはないんでね。一応もし案内するとしたらね、今月発売用の足パツなんですけど、現状言います、出てないのがただただあるんですよ。例えばなんですけど、再生産の翼なんかが確かまだ出てないはずで。あれ出てたっけ？情報更新がされてんの、9月2日付で。あ、やっぱり製品発表の日か。そうですね、明らかに今、8巻目は出てたんですけど、まあ例えばね、再生産の新海賊とか、それも再生産の翼とか、この辺のやつらが軒並み足パツまだ現状出てないんで、出てんが新品の半蔵門線と、まあ、桃太郎か。桃太郎と、まあ、それこそ、営長と、まあ、コンテナ列車しかないんで、多分コンテナ列車のね、兼ね合いで足表が出てる感じになりますんで、多分そうだよな。このコンテナって今回押したろだ。あ、押したろだ。ガッツリ押したろですね。なので、現状足パーツがね、出てないので、そうですね、今までだったらね、加藤って大体その、まあ、翌、まあ、下手すらね、前の月にはね、こういう風に全部の足表っていうのが出てたんですけど、今回なぜかね、まだ出てないんですよね。まあ、だからちょっとね、今月だったような新発に関してはね、まあ、新海賊とかの兼ね合いがありますんで、ちょっとまだね、動画撮らないんで、その点ね、ご理解ご了承って感じになりますんで、まあ、そうですね、そんなご注射ね、動画が一本ね、埋まりますんでっていう感じになりますんでね、というところでございます。一応、そうですね、あとは特段の治療ではないんでね、あとはそうですね、ミックス、マイクロジム、こちらがね、まあ、新海賊出たら、その時ね、動画撮ろうかなっていう感じになりますんで、それまでね、お待ちください。それではまた次回の動画で視聴してありがとうございました。